サッカーの FC 町田ゼルビアとラグビーリーグワンの話題、続けてご覧ください。今シーズン J2 王者となり、悲願の J1 初昇格を果たした FC 町田ゼルビアが、おととい、ホームの町田市役所で報告会を行いました。石坂市長から花束を贈られた黒田監督。そして、監督と選手たちは2台のスカイバスに乗り込み、向かったのは町田駅前。そこには沿道を埋め尽くすおよそ8000人のサポーター。ゼルビアイレブンが感謝の言葉を述べ、新たな戦いの舞台となる J1 での活躍を誓いました。本当に最高の景色です。 J1 という舞台で町田を一緒に盛り上げていきましょう。 JFL から上がってるのもずっと見守ってきてたんですけど、ここまで興奮したことはないので、来シーズンは絶対に日本スタジアムに行こうと思いました。サポーターが連れた犬もきっとこう祝福しています。おめでとう J1。 ラグビーリーグワンの東京をホストタウンとする3チームと東京 MX がメディアパートナーシップを締結しました。サントリーサンゴリアス、東芝ブレイブルーパス、リコーブラックラムズの今シーズンの公式戦9試合を中継で放送します。見てて面白いラグビーをお見せできると思っております。